皆さんこんにちは、パンダです。本日ですね、日本の留学について話したいと思います。このビデオは全て日本語で話したいと思います。なので、下に中国の字幕を作りますので安心ください。あとですね、あくまでも私が喋ってる日本語は母語ではないので、もし何か発音とかイントネーションとか間違えたらご了承ください。ですね、このビデオは4つの部分を分けています。1つ目は私パンダの自分自身の今の状況と今までの経験を話したいと思います。2つ目は留学申し込みのコツと、あと就職について話したいと思います。3つ目はカルチャーショック、文化の差を話したいと思います。で、4つ目は日本での生活のコツを話したいと思います。で、まず1つ目ですね、私の状況と今までの経験を話したいと思います。私は今大学卒業して5年目になりました。日本に残すのはやっぱりビザがいるじゃないですか。私はちょっと特別で永住者として日本で生活しています。永住者というのは就労制限なしで、永遠に日本で生活することができるんですけども、ほとんどの人は就労ビザとか留学ビザで日本で生活することが多いですね。今までの経験なんですけども、私は留学できたではなくて、両親が日本にいるので両親のおかげで日本に来ました。大学の前の階段なんですけども、ほとんど皆さんと同じく留学みたいな感覚で来ましたので、日本に来た時は正直あんまりにも日本語がわからなくて、うちのお母さんはすごく厳しい方なんですので、中国ではバイトできないんですけども、日本に来たら自分の小遣いを稼いでくださいと言われたんで、でその時は日本語全然わからなくてどうしようと思って、お母さんのおかげで天ぷら屋さんでアルバイトをすることができました。これが最初のバイトなんですけども、でもメニューとか全部日本語じゃないですか。この時本当に猛勉強して覚えて覚えて、やっとメニューが覚えることができまして、でホールをやって始めたんですけども、ホールをやっていた時にメニューの言葉だけじゃなくていろんな言葉が出るじゃないですか。例えば注文伺いいたしますとか、これくださいあれくださいとか、そういう話もあるじゃないですか。それでいろんなものの日本語をしっかり頭の中に覚えるようになりました。例えばですね、その時あるお客さんがすいません灰皿くださいと言われて、灰皿はいわかりましたって、メニューの中にない料理ではないかなと思ったんですけども、キッチンの部屋に灰皿一つと伝えたんですけども、みんなすっごく笑っちゃって、すいませんお嬢ちゃん灰皿っていう料理はありませんよってすごく笑われちゃって、そういうエピソードで灰皿という言葉がすごく覚えたんです。なので経験も経験なので、いろんな経験で私がそこまで日本語をできましたということなんですね。はい、その後に日本語学校入ったんですけども、日本語学校では正直本当に勉強しかないんですよ。言葉を使う場所ではなくて周り全部外国人でしたので、なんかね、もしその時にねお互い話し合うとイントネーションがすごくおかしいんです。なんで私はこの学校の勉強以外にもこの2つのことをやっていました。先生と話し合うことが多いんです。例えばですね、大阪先生、昨日はバラエティでこういう言葉を聞いたんですけども、意味がわからなくどういう意味ですかと聞いて、その時先生はちゃんと説明してくれたんし、本当に毎日毎日夜バラエティ見て翌日に先生に聞くんですよ。その時の先生はもう、あんたうるさいわ、私も休みたいのよっていう私にクレームしました。ちょっと猛勉強したい時はそういう感じですね。あともう一つなんですけども、アイドルの力で、その時は本当に日本語が下手くそなんですけども、日本人のアイドルがいるんですよ。ユニットなんですけども、この二人の言葉をすっごく理解したいのとか、写真に載せた内容をすごく分かりたいのとか、そういうモチベーションがありて、自分愛するアイドルの字幕組を入りました。よくあるんですよ、前はビデオを翻訳するとか雑誌を翻訳するというチームとか入って、中でもすっごく勉強になりまして、本当に学校よりアイドルのおかげかなと思ったんですね。今は半年間日本語学校入って、大学も合格したので大学そのまま入ったんですよ。大学の4年間はサークルも入って、先生からアルバイトの依頼もありまして、うちのサークルはちょっと特別で、毎週水曜日に学校のチャンネルで生中継をやっているサークルで、
まあ、主にマスメディアという仕事をやっていました。その時はアナウンサーみたいなそういう仕事もやったり、テロップとかやったり、カメラマンとかもやったりして、あとはアナウンサーもやるから日本語を上達しないといけないとか、発音とかすごい勉強しました。はい、それで多分イントネーションとか発音はいいかなと思います。で、今は仕事をやっていますけども、まあ、対人販売が多いなので、そのまま日本語能力が徐々に上がってるではないかなと思います。はい、以上私の経験でした。はい、じゃあ2つ目入ります。留学の申し込み方を教えたいと思います。まずは日本語学校の申し込み方なんですけども、正直こういう申し込みは本当に中外機関とか頼まなくてもいいかなと思うんですけども、まあ、向こうも専門でプロだから別に問い合わせとか依頼しても全然いいですけども、私が気にしたのは料金がすごい高いんじゃないですか。仲介費は1万元から3万元になるのがすごいもったいないなと思います。でちょっとややこしいんですけども、でも自分でも申し込めます。だいたい今の日本語学校は中国語話せる職員がいっぱいいますので、まあ自然にネットで調べて、この学校がいいな、入りたいなと思ったら、この学校のホームページに入って、絶対に連絡方法があるんです。まあ、QQ とかそういう WeChat くらいはなければ、 E メールはあるんじゃないですか。この E メールを通して、私はこの学校入りたいんですけども、入学方法を教えてもらえますかという問い合わせしていけば、詳しいやり方を教えてもらうと思うんですので、皆さんジョさんのことまだ覚えてますか？私はその時にジョさんの入学申し込みをやってたんですよ。入りたい日本語学校のホームページに QQ があるんですよ。その学校とやり取りして、もちろん学校は自分からそういう申し込み入りたいという学生すごい大歓迎なんですよ。でその時は本当にすごく詳しいやり方とか、用意すべき材料とか、あとはいつからやった方がいいとか、そういういろんなことを教えてくれますので、こういうやり方を利用してください。まあ、だいたい面接もあるんですけども、ビデオ電話なんかでやるんですけど、日本語がわからなければ多分中国語もできると思いますので、まあ、少しだけ日本語を覚えた方がいいと思います。ビデオ電話で合格しましたら、学校側から合格通知書を配られます。まあ、学費を払ってからビザの資料を用意してください。まあそのビザの資料とかも先生に確認すれば、先生はやっぱりプロなので何が間違えたらすぐ分かると思います。こういう材料を全部用意しましたら学校に届いてください。学校側にもこういう申し込みの材料もいるので、うん、そういうことかな。ビザが通せばきっとスムーズに入学できますよ。入学前に日本語学校の方はあんまりにも日本語能力を追求してないんだけども、でもやっぱり留学すために留学試験があるので、それをパスしないとビザが取れないから、ジョ君の話なんですけども、ジョ君はその時に、申し込みちょっと間に合わなくて、もうすごい猛勉強して2週間ぐらいで勉強してこの留学試験を合格しました。本当にすごい短期間で猛勉強すれば合格できると思います。うん、あとは大学とか専門学校の申し込み方法なんですけども、こういう学校を申し込みたいということは、まあ、一定的な日本語や英語は分かるではないかなと思います。これでやっぱりホームページに行っていろんな学科と学部があるので、まあ、上限もそれぞれ違いますので、でこのホームページで上限を確認してください。あとは自分用意する材料もいるので、これも確認してから用意してください。用意してから学校に届いてください。これで学校が審査入ります。合格しましたら合格通知書が届きますので、これでビザの申し込みを行ってください。唯一ちょっと注意しないといけないのは、まあ、やっぱり時間なんです。まあ、材料の申し込みは本当に半年前に用意してください。ビザなどは2ヶ月前くらいで用意した方がいいと思います。材料はだいたい半年前にはもう提出していますので、早めに、まあ、できれば1年前に準備した方がいいと思います。まあ、ちょっと特別なのは大学院と博士の申し込みなんですけども、正直この2つの申し込みは条件通りに申し込めるわけではなくて、教授に話し合うことが必要なんですよ。日本語わからなくても英語でも構わないなんですけども、だいたい英語の授業もありますし、ただ大学の申し込みとか日本語学校の申し込みとかと全然違うなのは、この入りたい大学のこの教授さんが本当に学生いるかどうかという問題なんですよ。もし今年がもう学生いらないければ申し込んでも無駄なんです。なのでこういう大学院と博士とかそういう申し込みたい時はやっぱり2年前に提出した方がいいです。まあ、あと学費なんですけども、公立の大学だとちょっと安いんで3万元から4万元
なるんですけども、私立の方はちょっと高いんで6万元から12万元ぐらいですね。私の大学は1年間12万元ぐらいでしたんで、安くはないんです。次に就職について話したいんですけども、正直就職はすごく厳しいです。特にビザがすごく厳しいなんですよ。自分を選んだ学業の分野を就職に強いかどうか事前に確認した方がいいと思います。あとですね、就職ビザとかも1年間から5年間とかそういうがあって、やっぱり自分の申し込んだ会社の強さによるそういう違いがあるんですけど、なので就職は本当に学生時代から考えた方がいいんですよ。なぜか日本で就職することがそんなに難しいかというと、日本で就職してもビザがいるんですよ。でビザが通せる会社と通せない会社もあります。通せない会社だと外国人は入社不可です。なので外国人は入社可能の会社で選ばないといけないから、選択も少なくなっちゃうから就職はすごく厳しいです。で3つ目カルチャーショックを話したいと思います。1つ目はよくあるんですけども、日本で生活するにはやっぱり大きな声出さないでほしいです。すごく静かな環境なので、まあバーバーザーバーザーバーと、まあ、本当にうるさいんですよ。あとは外に出るときに携帯は絶対にマナーモードに設定してください。これが日本社会のルールなので絶対守ってほしい。あとですね、おみです。まあ守ってない日本人もいるんですけども、でもやっぱり守ってほしいんですね。前はさ、私賃貸会社で働いてて、その時もまあいろんな中国の留学生の方と契約して、でその後に結構ねあったんですよ、こういうゴミのクレームとかも。ゴミは大体いろんな自治体で管理してるんですけども、例えば私が住んでる町だと、まあ、月曜日と木曜日は燃えるゴミと、金曜日は不燃ゴミなんです。例えば月曜日のゴミの日だと日曜日の夜に出すか、あとは月曜日の朝に出すことが決まっています。それを守らないとゴミの回収はできないから、これゴミの回収できないとそのまま残しちゃうと近所の方がクレームがくれるんですよ。なのでゴミの出し方を絶対守ってほしいなと思います。あとですね、部屋の賃貸なんですけども、日本の学校は寮がほとんどありません。やっぱり自分でマンションを探さないといけないんですよ。でも日本の賃貸環境はすごい厳しいんで、ミニミニとかアパマンとかそういうような賃貸会社にやっぱり保証人がいりますね。保証人は大体日本人でなければならないなので、最初の寮はね本当に難しいなんです。でもやっぱり一人個室が欲しいとか一人で暮らしたいという方は、私はレオパレスのマンスリーマンションをおすすめしたいです。まあ家賃はちょっとね高いなんだけども、でも保証人もいらないし電気や家具とか全部揃えてますので、まあ便利ではないかなと思います。今はい、じゃあ4番目入ります。生活のコツを話したいと思います。私も日本で生活してもう10年目になってて、まあ、いろんなコツがあるんですけども、ちょっとね慣れすぎてピンとこないなんですよ。この中に整理しました。おすすめしたいアプリを紹介したいと思います。皆さんも髪カットしますよね。日本での髪カットはね本当に中国より高いなと思うんですけど、普通のカットでも5000円台ぐらいはいるんですよね。でパーマも5000円ぐらいと、カラーも5000円ぐらいだと全部で全額1万5000円になっちゃうから、なのでこちらで教えてあげたいアプリがあります。こちらです。ミニモっていうアプリなんですけども、主にどういうアプリかというと、タラでカットできるアプリなんです。しかもたまにパーマとかカラーとかもネイルとかマッセークとかもタラでやれるんですよ。美容室とかもそういう練習する必要があるから、ここでモデルさんを募集してるんですよ。もしなんか間違えたら怖いではないかなと思っちゃうんですけども、大体は大丈夫です。本当に私の生活費にすごい役立つアプリなんです。でもう一つアプリをおすすめしたいのはこちらです。 Yahoo の乗り換え案内です。これはなんかね本当に役立つなのは、例えばこの駅からこの駅どうやって行くのか詳しく書いてくれるし、いつから出発とかいつまで到着したいとか始発とか終点とか全部設定できるのですごく役立ちますね。日本ではなんかね時間管理がすごい厳しいなので、こういうアプリを使うと自分でも遅刻しないようにできます。すごく便利なんです。あとですね、この中に運行情報もありまして、東京で結構あるんですよ。総武線とか急に止まっちゃったり
りとか、台風で急に、新幹線乗れなくなったりとか、このアプリでチェックできますのですごく役立ちです。あともう一つおすすめしたいのはこちらのジモティなんです。ジモティというのはね、例えば私が今使ってるテーブルがもういらなくって、日本でこういうテーブル捨てるのはお金かかるんから、これをお金かかりたくなかったらジモティでこのテーブルの情報を出して、A さんが欲しかったら A さんとやり取りして2人の一番便利なところに持っていて A さんに渡すということはできます。家具とか家電とかお金かかりたくない人だとすごくいいなと思います。すごく安くもらえるんですよ。これもさ、日本語の練習にいいかなと思います。あとですね、学生で、まあ、バイト先をどうやって探すことがあると教えたいなと思います。地下鉄のところにタムワグとかアウアンとかそういうようなあの無料の雑誌があって、その中に選択して、もしこれがいいなと思ったらこの店の電話載せてるからそのまま電話して、もしもしすいません、今バイトまだ募集していますかと聞いて、まだ募集であれば、まあ、面接の時間などを予約して履歴書を用意して、で面接しに行きます。あの、私は結構飛び込みが多いんです。近所のお店でアルバイト募集という紙が載せたら、そのまま店に入って、すいません、まだバイトを募集してますかと聞きます。こういうもあります。普段の買い物とかで日本では結構ポイントカードがあるんですよ。貯まりやすいポイントを教えたいと思います。こちらです。この T ポイントと R ポイントが結構貯まりやすいです。 T ポイント、まあファミリーマートとか、まあ、いろんな場所でも貯まれますし、 R ポイントはマクドナルドとかもう、まあ、飲食店で貯まれます。まあ貯まってもいいかなと思うんですけど、今私はそんなには貯まってないんですけど、49ポイントだけ貯まっていました。 R ポイントはもともと楽天市場というサイトで貯まれるんですよ。今はあの実際の店舗でも貯まれるので、もしいつも楽天を利用すれば結構貯まるんですけど、私は楽天を使ってないので20しか貯まってません。前はね、確かになんか500ポイント貯まってて、ただのドーナツ3つ食べれました。嬉しいは嬉しいんですよ、こういうことは。あともう一つです。日本の交通費結構高いなんですけども、こういうような IC カードを買えます。まあ、私の携帯の中にもスイッカーがついてるんですけども、 IC カードっていうのは、まあ、交通カードということで、中にお金をチャージして交通機関や、まあ、自販機とかもコンビニとかも使えます。これはあの名古屋のカードなんですけども、スイッカーのことはわからないんですけども、こちらのカードね、ポイントがあるんですよ。なんか定期券以外の使いで結構ポイント貯まります。あとですね、セブンイレブンでやってるセブン銀行のカードがおすすめしたいと思います。なぜかというと、これはクレジットカードでもなくキャッシュカードでもなくデビットカードなんですね。 JCB がついてるから普通になんかクレジットカードの感覚で使えるんですけども、実際ですね、この中にお金が先に扱ってて、クレジットカードの審査もめんどくさいからこれだけ使えてます。あとオーバーにもならないからなんとか安心感がありますね。これはね、あのネットショッピングで結構使っていますし、コンビニとかあのスーパーとかも使っています。これ1枚で使えるから、なんかコインとかもいらないので結構便利だと思います。でこれ使ったらポイントもあるので、まあセブンでコーヒー3杯買えますね。はい、以上です。もうやばいですよ、もう1時間くらい話しました。はい、それではですね、今回のビデオはここまでです。まだ何か問題がありましたら下のコメントでもどうぞ。でよろしければ私にいいねとコインをお願いします。それではバイバイ。あとはあとはですね、あとは楽天っていうただのミスタード